公園少女、東京でミッションに挑戦、可愛らしい日本語でファンと交流、動画あり、写真イコール Mnet、ゴッドワイエー。公園少女、キャプチャー公園少女、GWSN が日本を訪れ、日本の人々と触れ合い、ミッションを遂行した。最近韓国で放送された Mnet、ゴッドワイエー。公園少女第7話では東京へスタンプ旅行に行った公園少女の姿が書かれた。同日の放送で公園少女はプレイヤーミッションを含む計10個の様々なミッションを持って日本へ向かった。渋谷の街を歩き回っていた公園少女は最初のミッションとして、日本で流行っているポーズでプリクラを撮ることを選んだ。公園少女のメンバーたちは、可愛い日本語を披露しながら、現地の人々と共にミッションをクリアし、順調な出発を知らせた。続けて、繁華街で空中浮揚写真を撮ること、渋谷で必ずやってみなければならないことを、自ら聞いて行うこと、GWSN を探し、意にし、団体写真を撮ること、K-POP の魅力を3つ把握すること、など、チームワークを発揮し、休む暇もなくミッションをクリアした。デビューして間もない新人であるにもかかわらず、日本の人々は公園少女を知っており、メンバーたちは驚いた。ある日本の YouTuber は、実際に自身のチャンネルを通じて公園少女を紹介したと明かし、グローバルガールズグループに発展する可能性も証明した。特に、4人の MC キムジニョン、リンリン、ハイライトソンドンウン、ガールズデイソジンが与えた最初のミッション、テレパシーで日本の土産を買うことに臨んだ公園少女は、ミッションに失敗しスタンプをもらうことはできなかったが、MC たちの好みにぴったり合うプレゼントで、センスを認められた。公園少女は5日、1ストーンアルバム、夜の公園パート1を発売りして音楽界に第一歩を踏み出し、華やかなデビューを知らせた。韓国の各音楽番組を通じて、パズルムーンのステージを披露し、精力的に活動している彼女たちは、11月10日に込めて、キサス州ダラスで開かれる、2018ダラスコリアンフェスティバルに招待され、ライブを披露する予定だ。公園少女の、飾らないハツラツとした姿と日常を収めた Mnet リアリティ番組 GOTYA 公園少女全10話は毎週木曜日午後7時30分に放送される。公園少女米ダラスで開催されるコリアンフェスティバルに公式招待、 K-POP 代表としてステージを披露。公園少女デビュー曲、パズルムーン、ミリボルト公開、詩的な歌詞とダンスで際立つ世界観。